はい、皆さんこんにちは、中国人のポジャンです。チャオ、趣味でくないだろ。まあ確かに。はい、皆さんこんにちは、趣味で中国人やっておりますポジャンです。今日はね、JK にドッキリを仕掛けたいと思います。なんで JK の知り合いがいいの？道端でタピオカ一杯で騙したそれで釣れた JK。 そう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 。はい、今日はね、 JK にドッキリしたいと思います。もし JK が中国人の友達の家遊びに行ったら、その中国人がタトゥーまみれのマフィアだったら泣くかどうかっていう検証です。いや、泣かれたろ。泣く、まあビビるかどうか。案外まあ普段から当たり強いから、あの子は年上やんで。舐められてるってこと。舐められてるところが多いかもしれないな。そう、それちょっとビビらせようと思います。レッツゴー。うわ、若干剥がれちゃった。あー、おー、どうだよ、うん、あれ、なんかさっきよりも細投げんだけど、理由が。こっちですね。いや、待って、あれ、思ってたより全然細長いんだけど、なんで。いや、これさ、掘ったやつ悪いわ。こんな背中が広いのに、こんな細く掘るんだもん。これですね、今、リーホン姿。これもちょっと細長くない？これもともとこんな感じ？いや、これもちょっと細長いよ。完成です。はい、ちょっと2本一周してもらっていい？はい、あの細い竜が、竜が細い。しかもここね、ちょっと2本ちょっと背中丸めて。肉がね、全部は、全部はタトゥー汁使うなってことか。あんまりおすすめできない。はい、ということでね、どんな反応するのかね、見ていきましょう。ここだけだったらね、ちょっとね、ぽいかなと思うんだけど、やっぱこの辺からちょっと怪しくなってくるよね。細長く、全部細長くなっちゃう。笑っちゃうだろうな。爆笑するだろうな。マジ、そう、演技頼むよ、ほんとに。ガチ演技頼むよ、マジで。無理。マジで演技頼むわ。こんにちは。じゃあ、お願いします。お願いします。あ、いいよ、座って。岡田さんがまだ来ないんで。あ、じゃあちょっと待つか。まあ一回ちょっと説明してやって。お名前は言ってなかったの？あ、言ってないっすよ。お前やばくねえなんて。言ってねえわ。お前って呼ばれてるんですか？あ、そうです。いや、で、姉さんって言ってました。ずっとお前、この野郎とかね。わかりました。今日なんですけど、答えていただければ大丈夫なんで、はい、お願いします。はい、うん、じゃあリンホさん、そろそろ着替えてもらって大丈夫ですか？早くない？もうすぐ岡田さん来るんで。あ、終わった。うん、ズボンそっちは。リンホさん、この後の、うん、会長との会食の時なんですけど。会長？また？しょうがないです。いや、だって水曜日一回行ったんや。ちょっとまたいろいろあったみたいなんで。誰と会長？会長とか。会長とそこまでちょっとまだ把握できてないんですけど、またそこも連絡があっていただくお願いします。しょうもないジジイやな。私はね、あれ、俺の赤いシャツは衣装のやつは。どれですか？何か探します。あ、なんかエロ本ないのかなって。お母さん、エロ本ないの？エロ本ねえわ。は？なんで？ここに置いてあんねん。キモ。何が？え、なにこれ、やば。え、どうした？え、なにこれ、行ってないんですか？あ、行ってない。ずっと俺がただの中国人と言う。見せちゃダメですよ。え、なんですか、これ。あれ？仕事…仕事で…仕事…仕事で。え、それも言ってないんですか？あ、それいや、全部言ってねえわ。ただの中央人でしか言ってねえ。え、なんですか、それ、やば。え、どうした？本当にあんま見せない方がいいと思います。え、なんですか？え、ちょっと…いや、見せたんなら言います。いいものでは…いいものではあんまりない。え、なんかやってたんですか？いや、まあ、昔、チャイナファンマフィアで。昔というか、まあ…まあまあまあ、若干…やば。まあまあまあ、マフィアで。真ん中でマフィアって言われてる。マフィア知らない？いや、でも俺、まあ、そんな悪いことやってねえから。そうですね、うん、決して悪いことはやってないから。やってないと。人殺してなければ政府官は。殺したらないですもん。目玉ぐらい一本は取ったね。流行りでヒップマイって言っていいかな。何それ。そういうやつがあるらしい。調子いい。なんでやろ、こんないの。そんな望んでるのねえよ。
メロン持ってきた。あ、持ってくるわけないだろ。持ってねえよ。なんだよこれ。怖いでしょ。きっしょ。きっしょい。ずっとヤバいやつに死ねえとかくたばれて言ってるからな、お前。え、どっくらいヤバいの。え、まあ、まあまあまあ、ね、いや、まあまあまあ、まあ、お方いや、連絡があってさっきも後で電話お伝えします。まあそうだな、ガキいるかな。何ドリームさん、さっき、うん、言ってなかったと思うんですけど、うん、今ちょっと確認したらどうしたらバレるのがいいと思う。なんだったみたいな。バカだな、マジで。大丈夫だから、そんな興味ないから。まあ大丈夫、でもこの子は口硬いだっけ。割と硬い。本当割と硬い。まあ この会場にちょっと頑張っといて。え、待って、お前殺されるやんって。いや大丈夫、死ぬ。大丈夫、俺がいるから大丈夫。お前がいるから頑張って。いやいや、なんでちょっと公害するのはちょっと。マジで。いや、なんで言うね、ほんまに。誰に言ったの。もしかしたら、監視みたいなものが状況がこの子をつくかもしれない。やばぁ、そんな大きなとこ入ってるの、あなた。あ、やっちまったな。やっちまったな。ね、お前もうこれ吐けよ。いや、でも、ほんと大丈夫だから、ほんと大丈夫だ。大丈夫、本当に大丈夫。多分大丈夫だ。組織に入る。全然親とかに言われなかったら私は全然いいよ。まあ親言った方が。組織っていうの。え？まあ、さっきからポケット張りまくってるけど。まあもしかしたらちょっとこの後お話みたいなのがあるってことですか。いや、ちょっと契約書みたいなのも今。やばくない。いやいや、こんな子に契約書やめた方がいいな。公害、一応公害しないっていうそういう契約していただかないと。確かに。結構勝ちちゃう。金でちょっと口止めてやってん。パソコン一応手段金としては持ってくるみたいなことはおっしゃってたんで。やだ、そういうの。大金もらえるよ。無理無理無理。大金もらえるよ。逆にそっちの方が怖いよ。一応こっちとしては、このぐらいは。このくらいで。どのくらい。あ、100です。え、無理です、無理です、無理です。用意できる。ができるので一応契約書でそういう風に一応こっちもお金を支払わないと。いや、お前何やってんのマジで、本当ふざけないね。うん、お渡しするので。そう、まあ言わなきゃいいんだ、金ももらえるし。100円くらいで大丈夫です。私100円で口座できる女なんで。いや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 、そんな安い女じゃないでしょ。ね、すげえよ、てめえのせいで困らってんだよ。まあまあ、だってさ、うん、私こういうドッキリだよって言われた方がまだマシ。テレビを前でやつ、ね、なるほど、ドッキリ入ってこない。なんかドッキリであればよかった。いや、お前のせいだろマジで。いや大丈夫だ、100万もらえるだろ。いやマジ、臨産関係で100万もらいたくない。なんでだよ。そこなんでちゃんとしてんの。綺麗綺麗なお金なんで。まあだから臨産ってどういう立場なの。え、警察使った方がいいですか。あ、そうすればいいかもしれない。割と警察使ってる気がする。あ、そっち。いや、いつも俺を愛してるからな。そう、ちょっとビビるよね。さすがにお前もビビるか。怖いって。怖い。本当にあんまり言わないでくださいね。愛としたに連絡してみます。嘘だね。お茶でも待つね。いや、そう、服忘れたのはちょっとあかんやったな。ビビせめてさ、もうちょっといい言い訳ないの。なんのこれ。なんか、あ、中国入れた時入れた、中国行った時入れたみたいな。いやいや、確かに中国の時で入れたいんだけど。それでよかったやん。中国の組織が。Twitter とかも監視されるのかな。大丈夫、ビビんな、ビビんな。ヨウさん、主肉とかってありますか。主肉。いやいやいや、何よ。え、ちょっと、なかったら指切るみたいな、本当にやめてない。あ、大丈夫。痛いよ。肉はあります。え、怖。いや、大丈夫。え、それって SNS とかも監視ですか。 SNS もちょっと監視対象になるかもしれない。見られて困るものはないけど。やっちまったな。死ねよ。死ねよ。え、今日スカートだね。スカートだよ。めぐっていい。いや、死ねよ。やってんな。やっちまったな。いやー、これで大谷さんもうちの組織の人だな。やめて、やめてください。タトゥーで消すのはちょっと金かかるだっけ。タトゥーですか。タトゥーそんな取るの面倒そうやね。痛そう。ガムテープで言いますよ。痛そう。タトゥーで取れん。タトゥーガムテープで言いますよ。そう。え、どういうこと。
撮るの。ハッツーヘボドッキリです。何ドッキリです。結構マジ。何がどこまで。クソガキが、なんかいい中国人がやばいところで働いたらどんな反応するかっていうドッキリです。結構マジだったんですよ。ほら見て、カメラどこであるで。ドッキリです。カメラもう撮ってきていい。やば。なんかごめん。なんで。いや、全然このくらいでいい。いや、めちゃめちゃリアル。いや、俺背中痒くて買えないんだよな。背中めっちゃ痒い、ほんまに。ちょっと、あれ帰ったの。帰ったじゃない、あのタトゥーシール。リホエンディング撮ってくるんだよ。エンディング、エンディングで感想聞いてる。感想、いや、お前が自分、撮るで、じゃ撮りながらでいいから聞いてくれるよ。はい、俺は楽しい。どう楽しい。もうなんか、とりあえず、しない。焦るもんだね。いや最初ね怪しかったよ、本当に引っかかるかどうか怪しかったけど、うん、そうね、うん、ドッキリってワードが出てきた時めちゃめちゃドキッとしたもん。そう、ビビったね。リホンさんの演技はどうでした？いや、なんかでもそのどう。いや、なんかリンさんならあるなって。なんでや、そんな意味